それでね、今言った、やっぱりお客さんの声を聞くっていうのは大事なことなんですね。で、先ほど言った、景気に連動しない会社ってありますよね。で、それを坂本浩二教授ですか、が言ってるって話なんですが、実はそんなことを言う前ですね、ドラカーさんは1954年にすでにそのことを書いてるんですよね。で、こう書いてるんですね、通常自らの力によって成長している企業、これ景気に影響しない会社のことです。景気や業界の上げ潮に乗って成長するだけの企業の差をもたらすものは、ね、すごいですね。景気や業界の上げ潮に成長するだけの企業っていうのはね、で、その差は何かっていうと、この問いを発し、正しく答える能力の有無であると言っています。で、この問いって何かっていうと、今日のサービスや製品によって満足させられていない顧客の欲求は何かというものですよね。で、それをやっぱり常に問いかけていく。で、それが自らの力によって景気とか外部に、影響されないで業績を出している企業と、さっき言った景気や業界の上げ潮に乗って成長するだけの企業の差をもたらすものであるということを言っているんですね。